はい、こんにちは、こんばんは、さくやです。前回続きやっていきます。ということでね、セザールを倒したところからですね、オルネーゼ様、ジャイワ王子のシーンが、なんとかのなんとかで、もうちょっと待てと。そうですか。何を待ってらにするんですかね。立ち会いはダメです。まあ特別に。ああなるほど、新しい店が増えてると。まだ利用できないとか言ってた。その辺が使える感じ。あ、ここだね。素材を使ってアクセサリーを強化できる。なるほど、なんかあったね。腐った砲台だっけ。ただでもらったサライムゼリー。はいはい。はい、じゃあスライムピアスを強化してみよう。お助け、ホミロン登場率。なんだろう、ホミロン。まあいいや、強化してみようか。はいはい、まあなんか。あー、なるほど。あ、順番にやっていくんだ。最後何あるのかな ?10%。まあいまいちだね。まあ、はい、します。ポコポコポン。強化が完了しました。もういいよ。じゃあ何しよっかな。じゃあ装備中のね、装備中かどうかわかんないけど、まあ、これ。なるほど。ガードしてるとき、まあいいか、こんなの後で。さあさあ、次のお店はどこでしょう。これはあったような気がするな。あ、クエストか。ご協力をお願いします。はい、ではクエストを受けてみましょうか。野心が見え目の実業家。あ、なるほど。モンスターをの素材を集めろってことか。岩を倒す、あのボスと戦ったとこですね。なんかまあクエスト受けといてもいいんじゃないかな。なんかまあ受けといて、まあそのうち勝手に完了するんで、で完了したらここに来れば OK みたいな、多分そんな感じですね。え、マジで。確か隣のとこでしたよね。まだまだやりません。ということで、お気をつけて。お気をつけて。え、もう達成したの。ご協力をお願いします。ゲット報告する。あ、達成してる。はい、あ、持ってたってことか。スライムゼリーも全部消化した。あ、これでなんか次のマップに行けるのかかな、もしかしたら。まあなんかここに行くように指示されてるんで、まあ入ってみましょうか。どれかな。あ、これだ。神父様。よくぞいらした。あ、転職。あ、これしか帰れないんだ。なるほど。あ、レベル1なのちょっと勘弁してくれ。神の祝福があらぬことを。はい、まあいっか。さあ次行きましょう。もうそろそろ行けますよね。審議が始まるんで。あ、行けるんですね。いや、歩いていくのか結局。これが勝手に歩いて移動してほしいなっていうのはある。はい、行きます。
あれ、なんか後から来たぞ。俺か。貴様、よくも我が父を。ジャイワールの王子セザールよ。そなたがオレンカを攻撃したのは、そなたの父ジャイワール王に何か関係がある。今さらっと言ったと思うんだけど。いかにも、私が軍を動かしたのは父の無念を晴らすため。オレンカ王は、その男は我が父ジャイワール王を殺したのだ。私がジャイワール王を？ここまで言われてまだとぼける気とは。父が殺された10日前の夜、父の部屋から出ていく貴様の姿を私はこの目ではっきりと見ているのだがな。それに父の亡骸のそばにはこれが落ちていたぞ。見よ、この羽を。貴様の冠についている羽飾りと同じものだな。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。なんかもうタイトルにあるこの双子のなんとかっていうのが関係ありそうですね。沈まれ。セザールよ、そなた、先ほどジャイワール王が殺されたのは10日前だと申したな。確かに10日前の夕刻のことです。それが確かならば、オレンカ王はそなたの父を殺した犯人ではない。それは何よりです。そっくりさんですね。10日前といえばオレンカの建国記念日じゃ。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。一日中つきっきりでな。アリバイ工作が完了しましたね。わしの目を盗んでジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなど到底できることではない。故にオレンカ王はそなたの仇ではないのだ。おそらくそなたが見たというオレンカ王の姿も、何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだろうな。私は勘違いしてたろう。王子か。父の仇に。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。まあ、自覚してるだけいいですよね。戦争を始めてしまうと。このような騒動を引き起こしてしまった関は王、我が首を。跳ねるがいい。ちょっと待てよ、セザール。お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろう。そうよ。それに真犯人を突き止めてお父様の無念を晴らさなくていいの？なあ、一緒に親父さんの仇を討とうぜ。名士様、私の気持ちもこの者たちと同じです。彼を罰しても失われたものは戻ってきません。それよりもジャイワール王を手にかけた真犯人を突き止め、騒動の真相を明らかにすることの方がはるかに大切です。ですが、セザール殿、共にお父上の仇を探しましょう。恩義を案じる者たちの気持ちを無駄にしてはなりませんぞ。はい、そんな感じでなんかようやく物語のね、目的が見えてきたなって感じですね。裏切り者と、まあ、そう話聞かなすぎなんだよね、本当。まあ許したのかな、うん。まあでも確かにそんなね、怒るのは無理もないと思いますけども。なるほど。誰ですか？
誰ですかそのクレティア王女っては。モシャス、モシャス、そんなすごい魔法出したっかこれって。うわー、そりゃひどい。変身、クレティアに向かうのか。とりあえずよし、じゃあ向かいましょうか。仕方ないですね。は、承知しました。お、なんか頼もしいやつが仲間になりました。でも大体こういうのさ、敵だと強いけど仲間になると途端に弱かったりするんですよね。もうクロノトリガーでいうあの魔王みたいな、そんな感じかな。と魔法の力でなんかできる、まあ凍らせたりしてきたからね、厄介なやつだと思う。でも凍らせてもその空気読んでね、黙って見ててくれるっていう優しさもあるというね。強力な一撃、まあいいか、とりあえずパーティーに加えようか。うん、さあ乗り切るぜ。なんだそれは。 R1 ボタンを押しながら L2 ボタンを押すと、へえ、いやなんか覚えられないよこんないっぱい言われても。まあ構えた状態でキャラチェンジすればいいっていう感じね。なるほど。とりあえずオルネーゼとおさらばしよっかな。説明してくれる。ああ、多分あのキングスライムとかか。そうですね、準備は大事だ。かの予言、何でしょう。イニシエの予言、竜が太陽を喰らう日、大地は再び戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。もう完全オレンガ王の変身したあれですよね、双子の王って。この感じだと。はあ、なるほどね。双子の王によって統治された。千年前の日だ、大きな争いによって、双子の王は死に、世界は七つに分かれることになったのじゃ。そのまた悲しい歴史を二度と繰り返せないために、先人たちは自分たちの過ちを後世に伝えようと考えたんでしょうか。はい。この時代の仕事にも、なんか、めんどくさいね、これ。無限という形で。昔の人が作った戒めなんじゃないですかね。まあ、なんか、頭の中に入ってこないね、こういうの。さあ、クレティアに行くぞ。ということで、まあこのおっさん何してる人？鍛冶職人。ほう。それだけ。今回はなんか伝えてくれてたりしてないのか。よく来たな。さあ新しい武器。ちょっと待って。うわ、いきなりもプラス20。これ買った意味ないじゃん。もうここ買わなきゃダメだよね。でもどうしよっかな。覇者の釣り弱いな。でも片手剣欲しいんだよね。いや弱くなるって。フラット、あ、これ、あ、これ買っとこっかな。ちょっと詳しく見る。なんかどうかな。とりあえずこれテザールをね使うんで買います。はい、まあ、多分テザールの、今装備できるキャラいないんで、まあ、これ転職とかすればいいのかな、もしかしたら。
全部なんかすげえ増えてる。とりあえず片手剣欲しいな。ということで、覇者の剣、ちょっとでも先端なんか変だぞこれ。これ1個買いましょう。はい、ありがとな。こいつ、あ、片手剣の方がなんか楽しいなって感じですね。あとちょっと、どうしよっかな。ブーメラン、マジックチャグラム、まあそう、これメラ強いんだよね、魔法が。これつける。ありがとな。よし、こんな感じでまた来てくれよな。パーティーメンバーを入れ替えようかってな感じですね。あら、いらっしゃい。さあ、マリーベル、セザール。必ず勝つ、俺が出るからだよな。どうしよっかな。こっちの方が強いんだよね、なんかパッと見ってな感じで、まあいいか。ピカル入れましょう。たぎってきたぜって感じで。あ、ちょっとタオパイパイがびっくりします。むむ、一皮むけましたね。さあ、何かをくれるんだね。あらら、なるほど。あ、素早く倒すことで、あ、なんかそれヒントくれただけ。はい、まあ、そんな感じで、テザールが仲間になったのでね、ということでここでね一旦区切りにしようと思います。ということで、ね、チャンネル登録済んでない方はね、ぜひおるし、ね、登録ボタン押していってください。よろしくお願いします。ではまた次回も見てください。ではまた。